速報、ついにセルティックと J リーグどっちがレベル高いか決まりそう。 J リーグが海外の強豪クラブを招いて J クラブと親善試合を行う J リーグワールドチャレンジを7月に開催し、横浜とプレミアリーグの名門マンチェスターシティが対戦することが4日分かった。新型コロナウイルスの影響もあり、20年以降は開催が見送られてきたが、19年以来4年ぶりの開催となる。21年まで横浜を率いたポステコグルー監督や、昨季まで横浜に所属し MVP に輝く活躍でリーグ優勝に貢献したディフェンダー岩田智輝ら日本選手を数多く擁するスコットランド一部セルティックも来日して対戦することも決まった。セルティックと J リーグどっちが上かはっきりさせようじゃねえか。いいね、こういう企画。コロナ治ったしガンガンやってほしいわ。浦和は出しゃばるなよ。横浜と川崎だけ門番すりゃいいよ。 J クラブがセルティックボコってほしいわ。代表に呼ばれないのは妥当か妥当じゃないかみたいな試合になると、親善試合でも本気度がちょっと上がりそうだからみたいな。面白そうでそんなに面白くないんだよな、こういう試合。いくら金儲けの新鮮試合とはいえ、ローマよりマリノスの方がゲーム支配してもウリーニョ巻き切れしてたからな。地上波ではやらなくていいぞ。また視聴率 4% 叩き出すんだから、サッカーアンチの格好のネタになるだけ。シティはともかく、セルティックの試合は埋まらないだろうな。セルティックはいろいろ勘違いしすぎなんだよ。セルティックとの試合に中村俊輔は来るのかどうか。ぶっちゃけ今のマンチェスターシティより横浜の方が強いだろ。こや、マンシーに三笘が移籍する可能性あるな。むしろセルティックに興味あるわ。やったー、セルティック。これでセルティックの実力わかる。